おはようございます。コパールです。今日はちょっと時間空いたんで、久しぶりに島村にパトロール行ってこようかなと思います。なんか牛乳浸しパンをはじめ探してたんだけど、ブルームのアイラブビーチも売ってましたよっていう情報もあって、まあそっちの島村の方に用事があるんで一軒だけ寄ってきます。じゃあパトロール開始。めっちゃ晴れてて気持ちいい。昨日台風だったんだけど、すごいね。川の水が増してる。台風の爪痕やばかったね。まあ、とりあえずうちから一番近い島村到着。あるといいね。行ってきます。はい、島村行ってきましたけど、まあそう簡単にはないね。じゃあちょっと用事があるんで買い物して帰ります。なかなか巡りがない。ただいま帰ってきました。ちょっと買い物行ってきて、で島村で牛乳浸しパンか、まあ、ブルームのアイラブピーチとかあればいいなと思っていたんですけど、なかったですね、やっぱり。でもなんかね、たまたま寄った、本当にたまたま寄ったパシオスで、なんとカフェドエヌの、カフェドエヌのスクイーズがなんか2割引きであって売ってて、うわすげえ2割引きだと思って買いに行ったら、なんかこいつは2割引きの対象じゃなかったって言って、えって思って、まあまあ1個お土産でポンデミング。これすごいよね、うん、気持ちいい。なんかパシオスにあるとは思わなかったんでちょっとびっくりしました。まあ、おじさんが1人でパシオス行って、このポンデリングのスクイーズを1個だけ買うっていう、まあ店員さんからしてみたらちょっと怖かったかもしれないけどね。まあそんなのことは気にしない。うん。ってことで今回は、島村にブルームのスクイーズを買いに行ったら、逆にパシオスでカフェドエヌが売ってたよっていうお話でした。また。